トカイトさん、フォローありがとう。海鮮バラチラシさん、フォローありがとう。やばいな、ち読めてるかな大丈夫かな <laughs> 皆さん、フォローありがとうございます。初見ですって、初見さんもこんばんは。え、今日お誕生日ですか、ねね、猫になっていいにゃさん、お誕生日おめでとうございます。牛すいさん、ありがとう。 前髪の作り方いや、本当はな、あの理想的なのは、こんくらいなの。そうだけどなんかちょっとミスってるから、ちょっとこっちに寄せてるって感じ、今日。え、もうただ単に分けて巻くだけだよな。えへへ。分けて巻くだけです。ーカラコンは、マータソさんのカラコン。ネチネチってどんなえ、ネチネチってどんな どんなって言うの <laughs> ネチネチえっはは何だろうなはっきりはっきり言う人じゃない人ってことかなえなんて言うんだろうなんかさ説明するってなると難しいけどなは性格的に男らしい人ザ男らしい人の男らしいみたいな性格が好きだからそうじゃない感じの性格ネチネチしてる感じ ねちねちの性格ってどうやって表したらいいんだろうそんな感じ男苦しくないって感じ <laughs> ですかねあめめしいみたいな感じだわめめしいみたいな感じそうそんな感じやうん煉獄さんあ煉獄さんいいね煉獄さんでもな緒は猪之助推しだけどねあまさこさん寝るのかな寝るのかなお休みをありがとうさこさん めめしい感じ。めめしい感じ。いや。めめしい感じとか、あと、誰にでも、かわいい、かわいいっていう感じとか、チャラいっていうのか、それは。チャラい感じは嫌。うん。今見てる人多いから告知タイム。えっと、私は、ナッチーと言います。えー、皆さん、まだ TikTok をフォローしてないよって方は、ぜひ、フォローの方をよろしくお願いします。あと、Twitter、インスタもやってますのでね。 プロフィールからインスタツイッター飛べるのでまだフォローしてないよって方はね、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。なあは、インスタフォローしてくださった方はね、結構めっちゃなあまめに見るんだよね。フォローしてくれてる人。 そう見ますのでねよかったらインスタも飛んでフォローしてくださーいあとなーのファンマークがナッチの名前の横についてるチョコとバラのね文字がファンマークなのでファンマークつけていただけたらねなー認知するように頑張りますのではいファンマークつけてくださいファンマークつけてくださってる方覚えます <laughs> 覚えますので皆さんファンマークの方 よろしくお願いいたします。私はナッチーです。TikTok の名前にもひらがなで書いてあります。ナッチーです。はい。<laughs> 三能さんと最近会ってないですね。会ってない。もうあれあれなんだっけあのあのジェスチャーのやつ。ジェスチャーのやつから一回も撮影してないわ。してないです。 ネコパンチをありがとうございますうーカラコンはマータソさんのマータソさんのピーチブラウンのサイズが2種類あるんだけどちっちゃい方のやつのカラコン妹はちなみに普段はマータソさんの同じカラコンの大きい方を使ってる そうみんな私妹いるんですけどね妹とも一緒に TikTok やっててカタカナでみこなちで出てくるのでみこなち姉妹っていうアカウントフォローお待ちしておりますそちらもマータソさん知ってんのえ全然知り合いとかじゃないよカラコンがマータソさんのカラコンってだけです全然知り合いじゃないですよ うーんあつけたよってありがとうみちかさんみちかさんありがとうえマスカラのこだわりはマジでな何もないんだよね何でもいい本当にマスカラは何でもいいあんまなんかマスカラでこれこれがいいとかなんかマスカラの違いを感じたことがないうんだからマスカラは 気にしたことないですぶわもう寝ようぜまだ眠くないとうかな明日レッスンだからまだこのあとダンス練習しないとダイナマイト前田さんありがとうございます だからね偽に行っとるっていうさコメントあるけどさなあさコンタクトとさコンタクトとまつげとさ今眉マスカラとリップしかしてないのにさどうやって偽に行くんじゃあできるんですかって聞きたいよねその今のこのメイクだけでそれをそれで偽られたら言ってほしいよねマジでこんばんはこんばんはプ,プププ なっち大好きってユリナありがとう,うん、うん、なっちナチいつの間にか大人っぽくなってるあえほんとに顔が性格がどっ,ちどっ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 ち今度麻雀一緒にやりませんかうわいいね麻雀でも麻雀なあさ一番やってたの幼稚園の頃なのね最近やってないからさもうできないかもしんない麻雀 忘れたかもしれない。イーペイコが好きだった。<laughs> それぐらいしか覚えてない。もう全然忘れちゃったよ。将棋って読むの？将棋はやったことない。全然わかんない。なんで映画に出てます？奈は普段はダンスボーカルグループで活動を活動してます。 職業はダンスボーカルグループチョありがとうございますあダイナマイト前田さんまたまたありがとうございます BTS さんお名前しかわかんないでも今日なんかテレビに出てたであみんながめっちゃ TikTok であの必ずコメントくる BTS さんのお名前が聞こえるって思ったらなんか衣装が1800万円でなんちゃらっていうのがニュースでやってた あシンデレラの靴までありがとうございますありがとう K−POP 全然わかんないうんカラコンはマータスさんのカラコン千葉ロッテマリーンズファンになってください千葉ロッテえ <laughs> 葉ロッテ野球サッカー ちゃんもありがとうございます前田さん前田さんよね前田さんうん